はい、というわけでどうも皆さんこんにちは。今日もビゼールゼロンゲストナイトやっていきたいと思います。で、前回ですね、何体目だ、3体目のボスですかね、死の運命というなんか別次元に飛ばされてボスを倒した後、なんかねまたねちょっと記憶にないところに飛ばされてるんですよ。マップちょっと見てもらうと分かるんですけど、もう本当にこれしかないんですよね。全然ね、今までいたところと違うところに飛ばされてきました。でですね、町の方に戻って医者に診てもらえっていう狩人さんからのアドバイスがあったので、ちょっと町に戻っていきたいと思います。で、前家橋ということで、前家橋って一回来てるんだけどね、なんか雰囲気がちょっと違うな。どういうことだよ、なんで攻撃してきたんだ。よいしょよいしょ、なんか急に硬えな敵が。あれでも普通に前橋だね、僕の知ってる前橋だよ。あ、どうもどうも、サマー疫病ないないない、今初めて知った疫病は。やべえ、何か話が食い違ってるぞこれ。カラス、あ、そういえばここにあったなんか防壁みたいなのもないわ。疫病、何のこと、何のことなんだ。そして下これ降りられる、そっち降りられ、降りられないな、こっちからか。これも下行った方がいいと思うんですけど。いや、君さ本番じゃないの。危ねえ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 、やんちゃしすぎて死んじゃうよこんなの。よいしょ、普通に上だよね。あ、そうだ、普通に戻れますな。となるとやっぱ下をちょっと探索しときたいけど、なんかあったぞ今。接触する、鉄の矢か。チャンドラ夫婦の肖像画？なんじゃそりゃ。そこのボロ小屋のとこ行きたいね。飛ぶか。なんだよこれ。入れないし壊せないと。下降りてきたけど、あ、スライムさんは、あ、落ち着くな、君は変わらんけど、買ってえな、ノコギリ剣でも何発か必要だぞ。はい、スライムの奉仕の菌類、胞子とは、胞子が出るということは菌類なのか、スライムって。あ、いけないよ、そっちは。あ、特に何もないっすね。戻るしかないね。そしたら、町行こうか。前への町だね。何か変わった？
いや、火事場の様子はちょっと変わってるぞ。2階行くか。あ、どうもどうもどうも。まあ大丈夫そうだね。や、矢尻。つけとくか。すぐに使わんな。ね、でセーブポイントと、うっすうっす、マップは変わらんな。ザカリー取引する。いや、たっけ、たっけ、ちょっと待って、たっけな、全然買えねえよ。いや、買える装備が全くねえな。頭だけこれにしちゃうのっていうか、買えねえんだよな。買えねえんすわ。桁がちょっと違うんだな。グレード1回でこんなに強くなんだ。どうしよう、ちょっと、あ、でもまあいいか。まあいい、とりあえずこのままでいいや。どう閉めてってこれ。あ、いいよ。何やら街の様子は様変わりしてますな。ちょっとこれ上行くか。上行く、ちょっと斜め上な。どうもどうもどうも。いつは、へえ、あれチャールズじゃないのこれ。何もないっすね。団長？へえ、なんだかよくわからんな。非火希望、非火希望装備かな。そうだ、伝統的雑音。そうっすか。非火希望ってジャンル的には何なのこれ。ああ普通にショートソードっていうか剣だね。よしよし、まあ非火希望にしとくか。まあ、伝統的殺人によく使われるんであれば使わざるを得ないわね。よし、町に戻りましょう。よいしょ。
ドアに鍵がかかってる。あれ、デイジーじゃん。おお、自分で美しいと言っちゃうとなかなか自意識過剰ですね。そうそう、教授は？ドクター？誰ドクター？病院？いや、荒れまくってるじゃん病院。おーっと、なんかいるぞ。いや、いいよ。いや、飯買いに行けよ。なあ、ほら。とりあえず家とか帰ってみたいね。ドクターの家、鍵かかってる。あ、そう。酒場？どうもどうもどうも。いいやつだな。そうだよね、ケーキくれたのってリリアンさんだよね、確かね。え、何これ、どうなってんのこれ。ノワックス、ノワックスに手を、はい、いいよ。洪水地区、何洪水地区って。なんだ、ナンパか。ナンパかよお前よ。確かに確かにこの子は美人だけど、ナンパよくねえよ。レベルが違うからさ、やっぱり似たようなレベル同士なんだね。お、豪華な食材。お、誰？マジャー。クマ？クマ、クマに殺されちゃったのかな、なんかね。大変だったね。ん？探検家ウッズの肖像画。肖像画が結構手に入るね。なんじゃろう。だか、うんうんうん、とりあえず自分の家見に行きたいんだけど、ここだよね。画家のコテージ？あれ、自分家じゃなくなってる。あ、違うか。教師の家か。あれ違うか。7つの会話。とりあえず2つ持ってますよ。またやっちゃったよ。会話するためにこの A ボタン押しちゃうみたいなノリがあるんですよね。
とりあえず病院行こう。洪水地区ってこの辺ってことだよね、多分ね。ああ。彼女の絵に薬の高いはありそうよ。はあ。イザベラ？ああ、あの花の人か。マウル。お？マジで疫病流行ってんね。マイエホールスクエア。マイエホール、何これ、なんやこれ。スティーブ、巨大城の戦い。そうっすか、ムスとスティーブだよね。これ、あー、これが鉱山ってやつか。禁物の下水道。ちょっとダメです。 この辺は進む後だね。後回し。とりあえず指示に従って薬取りに行こう。とりあえずね、余計なことをしてしまったっておい、家に肖像があったぞ。いや、さすがにさ、家にあるのくらいは自分で見つけようよ。でだでだ、ドクターの家に行けばいいんだろ、これ。ここ、ああ、入れねえのか。ああ、入れないよ。はい。自分家に行けばいいのか。え、ちょっと待って。自分家行けばいいんだよ、多分。あれ、倉庫だっけ？こっちで合ってる。こっちで合ってますか？よくわからんの。村？ここでいいのかな。ダイナマイト危ないの持ってんね。
工場なんか結構でかいぞこの村。安い餌。へえ。テキーラ。セーブできちゃうな。マイエホールスクエア。おお、ここに戻ってきちゃった。どう思う？チョス、はじめまして。あ、ここでいいんだ。うわー、こいつちょっと生意気だな。荒らしたろ。荒らせねえや。よいしょ。回復ポーションかける2。ありがとうございます。お、兄弟。この先は洪水地区ってことか。いや、まあ、とりあえずそこ後回しにして薬持ってこよう。よっしゃ、マイエホールスクエアまで戻ってきました。ちょうど中入りましょう。で、誰に渡したいの。マイエホール寄宿舎、光の信徒。ドクターって誰？おお、すげえな。あと寄宿舎の方に行けばいいのかな。狂った連中。あ、カルロスが君か。顔のペットしてるな。謎の粉。祈らなければ。やべえな、行かれてるな。薬は寄宿舎取りていくか。いや、ない。そうですか。カロス帰ってこないね。
あ、作業場か。おっすすす。おっす、どうっすか？なるほどね。上級弦伝説。ほう。何かが変わってしまってるね。よし、とりあえず前への町に帰ってきたんで、病院行って薬を渡してきましょう。持ってきたよ、デイジー。小さなビッコウ飯、汚れた瓶、はい。ドクター、あ、あなたがドクターか。光ってるけど、これ回復ポーションですか。調査は進んだかな。よし、じゃあ今日この辺で終わりにしたいと思います。次回はですね、洪水地区とか鉱山とかね、なんか行けるとこいっぱいあるんで、その辺をちょっとうろうろしていきたいと思います。ではここまで語りは私コニでお送りいたしました。次回以降もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは次回まで、さようなら、バイバーイ。